あのね、ヨナがアンディさんを生徒会長とした最終学園生徒会の結成です。最終学園生徒会？私たちはアンジーさんをリーダーにしてみんなで一致団結することにしたんだ。マニフェスト殺し合いの根絶です。うちら生徒会は殺し合いのない最終学園を作ってやるわ。だけで考えてても仕方がないのかなって、なんとなく桃太くんを見てたらそんな風に思ったんだ。あんたってあのバカに憧れてるの？憧れっていうのとはちょっと違うかもしれないけど、ただあそこまでがむしゃらな人って今まで僕の周りにいなかったし、もしかしたら僕に足りないのってそういうところなのかもって、はあ、男が男を語るのって思った以上に気持ち悪いんだね。ねえ、別に。そうだね。あのさ、
うん。別に。春川さん。よし。なんで？にゃー！ね、でも、そうです。あのさ、オルモ。ねえ、神様だよ。神っちょねえ。にゃはは。はい。うむ。まあ、ねえ、くそ。え？うん。うちの魔法で。ねえ。だって。ふざけんな！確かに。そうだよ。
地味にアンジーを支えてくれてありがとうね。あなたの地味な活躍は神様が地味に見てるよ。え？黒髪赤目の神様が？うん、黒髪で赤目の神様だよ。黒髪赤目、尊いよ。黒髪赤目のキャラはすべからく尊いよ。私も早く会えるようになりたいな。神降臨のタイムスケジュールが知りたいな。タイムスケジュールはないけど、もうすぐいつでも感じられるようになるよ。尊い。でも本当は同じ興奮。なるほど。なんだよ。ねえ。神様も言ってるよ。だけでしょ。そんなのアンジーたちにはもう必要ないからね。だってみんなにとっての世界はもう外の世界のことじゃなくてこの最終学園のことだからね。ちょっと
違うよ。そうだよ。ふざけやがって。ごめんね。神様も言ってるよ。え？だって。何なの？でもさ、で、うん、なるほど。ところでさ、あららら、ねえ、
そうだな。
あのさ、いいえ、え、いいですか、あのさ、へえ、あのさ、はい、いいですか、あのさ、あ、テンコは、けど、お願いです、そうだね、うん、お願いです、じゃあ、え、これだから男子は、あんたって、ところでさ、先手必勝です。
ちょっと。ねえ。ちょっと。だったら。そうだな。でも。
っちもちねえ、あのさ、はい、やっはー、あ、そうそう、大変だ。でも、神様だよ。はい。あ？そうでしょ？ユメロさん！大丈夫だよ。Thank you.
お茶の子です。されたいの？あ？あのさ。ううん。でさ、
ちょっと。
知らせします。あ、では。純一、
なんか…おう！ちょっと。なんだよ。大丈夫。あのさ。そうだね。でも、くっくっくっ、どうして？よし！無理じゃ。夢野さん？うん。けど。どうでもいいわい。え？めんどい。やめてください。そうかい。え、いや、ほら、どういうつもり？僕は真面目だよ。あ、そう。あのさ、いいかな。いや。
でもさ、だから理解不能です。OK、 興奮するよね。
ぱり。まあ、はあ、でも
のさ、そうだよ。やっぱり。もしかして
いいか。ちょっと。なんだよ。やっぱり。あ？だけど、でも、だけど。これって…へぇ…
そうね。ちょっと。ねえ。うん。ところでさ。
うん。そうだね。確かに。あれ？あんたって西市？とにかく。何なの？というわけで、確か。あのさ、
ほら。確かに。え？意味わかんない。という人は。おう！バカにしないでください。失礼な。ダメ。
ん？そうです。お願いです。そういえば、さて。はい。では口寄せ役の茶柱さんには中央の円の中に入ってもらうけど、魔法陣を踏まないように中央の円へとつながる通路を歩いてくれる。足元が暗いので注意して移動しなければなりませんね。次にその円の中で亀になってもらいたいんだけど、目印の石を置くから、そこに額をつけた体勢でお願いするよ。さっきうちが中庭から持ってきた石じゃな。そんな石で大丈夫か。これは地面に額をつけるための目印だから何でもいいのさ。こうですか。ちょっと体勢が苦しいかもしれないけど、終わるまで我慢してね。決して途中で顔を上げたり体勢を変えたりしてはいけないよ。お茶の子です。天狗は体の柔らかさは星5つレベルですからね。さて、そうだな、うん、嘘はつくもんじゃないね。虚弱体質の俺にはまさに荷が重いよ。鉄でできてるだけあって結構重いね。ちょっと天狗の上に落とさないでくださいよ。分かってるよ。捜査中に死体発見アナウンスとか笑えないしね。不吉なことを言わないでください。疲れた。で、次はこのカゴ、白い布で覆うんでしょ。その役目は僕がやるよ。さて、これでよし。茶柱さん、大丈夫？床しか見えない体勢なので分かりませんが、おそらく大丈夫だと思います。じゃあ、次が最後だね。この上に犬神様の木像を乗せるんだけど、これは4人でやろうか。犬神様はかなりの重量だからね。4人がかりでもかなり重いね。こ
これは1万キロはありそうだ。いや、せいぜい80キロくらいだと思うよ。疲れた。魔法を使えば楽に運べたんじゃが、高齢術で魔法はいかんしの。そんなに重いものをカゴの上に乗せて大丈夫なんですか？そもそも高齢術用の鉄カゴだからね、重さに耐えられるようにできているはずだ。ならいいですけど。じゃあ僕らは魔法陣から出ようか。出る時も魔法陣を踏まないように気をつけてね。さて、わかりました。そろそろ部屋を暗くしようか。ろうそくの位置が近いのは大間くんと西原くんだね。じゃあろうそくを消して戻ってきてくれるかな。壁沿いに歩けば暗くても問題ないよね。暗くした後でまた隅まで戻ってくるんだね。夢野さんはそのまま動かないでいいよ。君のそばの床は隙間が空いてて危ないからね。分かったぞ。部屋が暗くなったら僕が歌い出すから、みんなもそれに合わせて歌ってくれるかな。その歌の後で僕が夜長さんの霊に呼びかけるけど、彼女が答えるまでは死後厳禁で頼むよ。ねえ、高齢術が終わった後は俺と西原ちゃんがまたろうそくに火をつければいいの？そうだね。倉庫からマッチを持ってきたから、これでろうそくに火をつけてくれるかな。ほよ、じゃあろうそくの火を消すね。陰の子逃げたか。
ねえ。ねえ。ねえ。どうしたんじゃ？待って。そうだな。え？まあ。まずは。なんじゃ。あれ。そうだね。ミシシ。待って。じゃあ布を取るよ。おや？もしや。